クリスチャン・ラファエル・バスケスは、プエルトリコバヤモン出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB ・ボストン・レッドソックス所属。相性はコロ。2008年の MLB ドラフト9巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され契約。ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスで21試合に出場し、打率。190.5打点だった。2009年は、ルーキー級。 ガルフコーストリーグで10試合に出場し、7月8日に A-9 ローウェルスピナーズへ昇格。A-9 ローウェルでは21試合に出場し、打率123.2本塁が9打点だった。2010年は A 級グリーンビルドライブで79試合に出場し、打率263.3本塁が32打点3盗塁だった。 2011年は A 級グリーンビルで105試合に出場し、打率283.18本類が84打点1盗塁だった。2012年は A 級セーラムレッドソックスで81試合に出場し、打率266.7本類が41打点2盗塁だった。8月3日に A 級ポートランドシードックスへ昇格。 20試合に出場し、打率、205.5打点だった。オフの11月20日にレッドソックスとメジャー契約を結び、40人ワーク入りを果たした。2013年3月4日にレッドソックスと1年契約に合意。3月15日に AAQ ポートランドへ移動した。AAQ ポートランドでは96試合に出場し、打率28類だ、289.5本塁打。 48打点7盗塁だった。9月にトリプル A 級ポータケットレッドソックスへ昇格し1試合に出場した。2014年3月7日にレッドソックスと1年契約に合意。3月17日にトリプル A 級ポータケットへ移動しそのまま開幕を迎えた。開幕後はトリプル A 級ポータケットで66試合に出場。打率 279.3本類が20打点と結果を残し、同年のフューチャーズゲームに選出された。7月9日にメジャーへ昇格し、同日の四角ホワイトソックス戦でメジャーデビュー。9番星として先発起用されたが、3打数無安打に終わった。AJ ピアジンスキーの移籍後は、正捕資格で使われ、シーズン終了までに55試合に出場し、打率。 240.1本類が20打点を記録した。守備面では、失策を5つ記録して、守備率987、投塁阻止率52%をマークした。2015年は、トミー・ジョンを受けた影響で、メジャーの試合に出場しなかった。2016年は、開幕をトリプル A 級ポータケットで迎え、4月15日にメジャー昇格した。 二年ぶりのメジャー復帰となった同年は57試合に出場し、打率227.1本塁打12打点を記録。守備面では56試合でマスクをかぶって2失策。守備率996、盗塁阻止率35%という成績をマークした。2017年のレギュラーシーズンは打率290.5本塁打32打点を残し、 また7盗塁も保守ながら記録している。99試合のうち、95試合を保守、2試合を指名打者、2試合を三塁手として出場した。シーズンで最も活躍したと思われる試合が8月にフェンウェイパークで行われたクリーブランド・インディアンスとの試合で、9回にサヨナラホームランとなるスリーランホームランを放ち、チームは12から10で勝利した。 ポストシーズンでは2017年のアメリカンリーグディビジョンシリーズの第1試合に出場した。4試合のうち2試合に先発出場を果たし、6打数で2アンダー打、打率、333を残すも、最終的に2017年のワールドシリーズ優勝を果たすヒューストンアストロズに敗北を喫す。ス。2018年はサンディレオンと共に、 チームの主要な保守として起用された。7月8日に右小指の骨折により故障者リストに入る。その時点で打率213.3本類打14打点を残していた。7月10日に怪我の具合から6から8週間の離脱を余儀なくされ、またピンを入れる手術も要されることが発表された。8月27日に AQ ポートランドでリハビリを行うために降格し、8月28日にはトリプル AQ ポータケットでリハビリを行った。9月1日にメジャーに復帰した。最終的には80試合に出場し、打率207.3本塁打、16打点4盗塁という成績を記録した。また、守備面では盗塁阻止率31.3%。 保守防御率3.84だった。ありがとうございます。